さて、パンがあまり健康にとってはよろしくない食べ物であるなんて、もはや常識中の常識だろう。このチャンネルでもパンには糖質のデメリットとグルテンのデメリットの大きな2つのデメリットがあるということをこれまで口酸っぱく述べてきた。もちろんこれは私が勝手に言っていることではなく、今ではいろんな医師や研究者、論文、エビデンスに基づいて書かれた健康書などによって指摘されていることだ。日本ではまだあまり広がっていないが、特に海外ではパン食の危険性が指摘されている。とはいえ、日本でも今やこのような知識はだいぶ広がってきているため、これを聞いている健康リテラシーの高い皆様は、特に健康になりたい、病気になりたくない、老化したくないといった理由でパンを我慢しているという人も多いだろう。けれど、もし食べても良いパンが世の中にあったとしたらどうだろうか。パン好きの多くの人が大喜びで手に取るのではないだろうか。実はそんなパンが世の中に存在している。もちろん食べ過ぎはダメだが、たまに食べるぐらいであればそんなに大きな問題にはならないだろう。世の中には無数の食材があって、その中には健康に良いものもあればそうでないものもあり、玉石混交状態である。そしてもしあなたが正しい知識を持って選べば、パンを楽しみながらも健康を損なわないという一石二鳥を実現できるのだ。パンの何よりのメリットは、とても美味しく食べやすいということだろう。だからこそ多くの人が好きな食べ物で、多くの人が食べているわけだ。ただし繰り返すが、世の中には健康に悪いパンが本当に多い。 99% と言っても良いだろう。その玉石混交の中から健康に害を与えない良質なパンを選び出す技術がこの動画には詰まっている。皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけみです。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。1件で、パンはこの4つ以外絶対買うな。スーパーやコンビニで買える神の無添加パン4000について。2件で、食パン食うならこの食い方にしとき、神レベルに細胞が若返る最強の食パンの食べ方について解説していきたいと思います。それでは早速、1件の、パンはこの4つ以外絶対買うな、スーパーやコンビニで買える神の無添加パン4000について解説をスタートしていきます。さて、本チャンネルでは何度もご説明していることですが、私たち日本人にはあまりパン食は体質的に合っておりません。これは小麦に含まれているグルテンの問題、食パンの糖質の問題、牛乳などパン食とセットになっている他の食べ物の問題といったことがあるからです。やはり特に大きな問題となってしまうのはグルテンでございます。グルテンというのは数ある食べ物の中でも小麦食品だけに含まれているタンパク質のこと。タンパク質というと聞こえはいいですが、私たち日本人の多くがグルテン不耐性という性質を持っていて、グルテンをうまく消化吸収することができません。そのため消化吸収できなかったグルテンが腸の壁にへばりついて、そこで炎症を起こしてしまうということが分かってきているんです。中にはこのような炎症によって腸に穴が開いてしまうリーキーガット症候群になってしまうケースもございまして、小麦食品というのは多くの日本人にとってあまり良くない食べ物であります。また他の炭水化物同様、食パンのような白いパンは糖質が多めです。ただしこれは白米にも言えることですから、何もパン食だけが悪いというわけではありません。ですがパン食にはもう一つ、パンと一緒に食べる他の食べ物という問題が潜んでいます。お米と牛乳を一緒に食べる人は少ないかもしれませんが、パンと牛乳を一緒に食べる人は多いですよね。またパン食にはピザやハンバーガーなど日本人には合わない洋食系のメニューが多いです。こういったパン食に付随する別の食品が悪さをしてしまう恐れがあるというのも、パン食があまりおすすめできない理由になっています。牛乳は大人ではあまりカルシウムの吸収効率が良くない上に、乳糖不耐性によってお腹を壊してしまったりとか、お腹の調子を崩してしまう人もたくさんいらっしゃいます。また
ピザやハンバーガーなどの洋食系の加工食品は糖尿病やがんなどあらゆる病気のリスクを爆上げしてしまうということが数多くの研究によって分かっています。このようにパン食には非常に多くの問題が潜んでいるということでございます。ですがそうは言ってもパン食にはある意味メリットもあります。パン食の何よりのメリットはやはり美味しいと感じる人が多いということでしょう。また市販のパンを買えばお米と違っていちいち炊く必要がありませんのでお手軽に食べられるというのもポイントですよね。特に忙しい朝にパクッと食べられる食パンは多くの人にとって重宝されるかもしれません。そんな皆さんにパン食をやめなさいと言っても無理なことを押し付けるだけの無意味なお説教になってしまうかもしれません。そこでぜひとも普段からパン食の人はせめてパンを食べるのであれば体に良い良質なパンを選んでいただきたいというのが今回の動画の主張でございます。もちろんパン食をやめられる人はやめてほしいですが、パンがどうしても食べたいのならばせめて良質なパンを選びましょう。そして良質なパンといっても一時期流行った一斤1000円以上もするような高級食パンとかベーカリーの焼きたてパンを買いに行く必要はありません。もちろんそういった美味しい高級なパンもたまに食べるのには良いでしょうが、毎日そんなものを食べていたらお財布がすっからかんになってしまいます。最近ではロシア・ウクライナ戦争や円安などの影響によりただでさえ小麦の値段が爆上がりしておりますので、パン代はできるだけ安く抑えたいというのが多くの人の本音ではないでしょうか。ですがご安心してください。日本には手軽な値段で全国どこでも買える素晴らしい食パンがちゃんと調べれば存在しているんです。そこでこの動画の最初となる一元ではこれを買っておけば間違いないですよという最強の無添加パンについて合計4つご紹介していきたいと思います。それでは早速一つ目に紹介したいスーパーやコンビニで買える神の無添加パンはセブンイレブン北海道小麦金の食パンであります。さて真っ先に結論を申し上げておくと、パンが大好きな全ての日本人におすすめしたい食パンがこちらのセブンイレブンの国産無添加食パンになっています。こちらのセブンの食パンの何よりの特徴は小麦粉として北海道産の国産小麦が使われているということであります。先ほど小麦にはグルテンのデメリットがあると申し上げましたが、朝に1枚から2枚の食パンを食べるぐらいであれば多くの人ではグルテンはそこまで大きな問題にはなりません。ですが小麦には別の問題があるんです。それは輸入小麦に使われる農薬という問題なんですね。輸入小麦にはグリホサート、ポストハーベストといった非常に危険な農薬が使われていることがございます。中でも最近問題になっているのが一つ目のグリホサートです。皆さんも最近グリホサートという名前をよく聞くようになってきたと思います。グリホサートというのは農薬というよりは枯葉剤で、小麦を育てる際に雑草を除去するために使われる物質のことです。グリホサートはベトナム戦争で使われた猛毒としても有名で、発がん性が確認されているほか、最近では腸内細菌を殺して腸内環境をめちゃくちゃにしてしまうという問題も指摘されております。先ほどの通りパンというのはグルテンが含まれていますから、中にはリーキーガット症候群によってお腹を壊してしまう人もおります。ですがもしかするとパンを食べてお腹を壊してしまう人はグルテンが原因ではなく、このグリホサートが原因になっているかもしれません。人によっては普通のパンでお腹を壊すのにグリホサート不使用のパンでは大丈夫ですという人もいて、このことからもいかにグリホサートがお腹に悪いかがお分かりいただけるでしょう。グリホサートは日本でも使われることがありますが、あくまで日本の農家の皆さんは小麦に枯葉剤がかからないように慎重に雑草にだけ散布しています。
ですが輸入小麦では効率重視のため空からグリホサートを一気に撒き散らすんです。そのため雑草だけでなく当然小麦にまでグリホサートが浸透し、それを輸入する私たち日本人の口に入ってしまうというわけであります。さらに問題となるのがポストハーベストとして使われる防カビ剤であります。ポストハーベストというのは収穫後に散布される農薬のこと。収穫前に使われる農薬は主に害虫などの除去が目的ですが、収穫後に散布されるポストハーベストは輸送中に小麦がカビてしまわないようにするために使われています。こういったポストハーベストの農薬は通常の農薬よりも濃度が濃いため小麦の内部まで農薬が浸透していると言われています。そして恐ろしいことに農林水産省による調査ではアメリカ産の小麦のなんと 97%、 そしてカナダ産の小麦のなんと 100% からポストハーベストの農薬が検出されているんです。さらにやばいのはこういった農薬まみれの小麦はアメリカやカナダ本国では消費されていないということ。これは農薬まみれの小麦は本国ではしっかりと規制されているためなんです。こうして本国で規制された猛毒小麦が今輸入規制がガバガバの日本にガンガンなだれ込んでいるということになります。実は統計上アメリカからの輸入穀物に残留しているグリホサートを世界一摂取しているのはなんと日本人であるということが分かっています。つまりアメリカやカナダの小麦農家は日本人に食わせるんだから別に気にしなくていいぜ、毒でも撒いておけと言わんばかりに自分たちが食べないことをいいことに農薬を使いまくっているという現状があります。日本人が完食になったのは戦後からですが、そこには自国の小麦を輸出するというアメリカの占領政策が絡んでいると言われているんです。つまり日本は未だに敗戦国としてアメリカ様の非常に危険な猛毒小麦を食わされ続けております。自民党は吉田茂の時代からアメリカの言いなりですから、こういったずさんな輸入規制の改正を自民党政権に期待するのは無駄でしょう。そのため私たちにできることはしっかりと輸入小麦をできるだけ食べないように気をつけることなんです。その点こちらのセブンイレブンの金の食パンは北海道産の良質な国産小麦が使われていて、その上マーガリンやショートニングといったパンに使われがちな危険なトランス脂肪酸も不使用になっています。これほど良質な食パンがわずか321円で買えてしまうというのですから、パン好きの方にはたまらないと思います。全国のセブンイレブンで簡単に手に入りますから、パンが好きな方はぜひ探してみてほしいと思います。それでは次2つ目に紹介したいスーパーやコンビニで買える神の無添加パンはイオントップバリューパンドミでございます。さて先ほどセブンイレブンの金の食パンはマーガリンやショートニングが不使用であると申し上げました。実はこのようなトランス脂肪酸が不使用であるというところもパンを選ぶ上でめちゃくちゃ重要なポイントになっています。マーガリンが食べるプラスチックと言われるようにトランス脂肪酸というのは非常に危険な人工添加物に他なりません。多くの脂質というのは通常常温では液体なんですが、それを無理やり作り変えて常温で固体を保つように設計したのがトランス脂肪酸でございます。常温で固体であるということはトランス脂肪酸は一般的な油よりもはるかにドロドロであるということですよね。そんなドロドロの油が体内に入ってしまったらどうなるでしょうか皆さん。そうです、血液がドロドロになって大事な血管が詰まってしまいます。実際統計的にトランス脂肪酸は心臓や脳の血管を詰まらせて心筋梗塞や脳梗塞の原因になることが分かっています。このような理由から
アメリカをはじめとする世界の先進国では、すでに大昔からトランス脂肪酸の食品への使用が規制されております。にもかかわらず、日本では未だにこうした危険なトランス脂肪酸がパンやお菓子に平気で使われてしまっております。このようなトランス脂肪酸まみれのパンを毎日食べていれば、心臓の血管が詰まってあっという間に地獄行きになってしまうかもしれません。そのためパンを食べるのであれば、やはりトランス脂肪酸が使われていないものを選ぶのが一番でございます。先ほどのセブンの金の食パンももちろんトランス脂肪酸は使われておらず、代わりに良質なバターが使われています。バターであればトランス脂肪酸のような人工物と違って自然のものですから、私たちの体にそこまで大きな悪影響はございません。そうは言っても乳製品であるバターは飽和脂肪酸と言いまして、トランス脂肪酸ほどではないにせよ悪玉コレステロールを上げてしまうということが知られているので、もちろん食べ過ぎには注意しなくてはいけません。欲を言えば油はすべて血液をサラサラにしてくれる不飽和脂肪酸として摂取したいところです。ですがバターでできたパンすらも珍しいのに、市販のパンに不飽和脂肪酸を使ったものなんてあるんでしょうか。実はそれがあるんですね。しかもそれが全国どこにでもあるイオンの店舗で売られているというのですから驚きです。それがこちらのパンドミとなっています。こちらのパンははっきり言って革命的と言えるでしょう。何が革命なのかといえば、油脂としてマーガリンでもバターでもなくて、なんとね、あの健康にいいという噂のオリーブオイル様が使われているんです。それもですよ、最高品質のエクストラバージンオリーブオイルが使われているというのがめちゃくちゃ大きな特徴です。実はオリーブオイルと一口に言っても、オリーブオイルには様々なランク付けがあって、結論だけを申し上げると、体に良いのはエクストラバージンオリーブオイルという最高ランクのものだけです。なぜならばエクストラバージンオリーブオイル以外のオリーブオイルは酸化してしまっていて、過酸化脂質という非常に危険な油に変わってしまっているからです。こちらのパンドミに使われているエクストラバージンオリーブオイルは酸化が抑えられた良質なものですから、むしろ食べれば食べるほど血液がサラサラになってくれるんです。またこちらの食パンは通常よりも砂糖が抑えられているというのも特徴です。そのため糖質のデメリットが最小限に抑えられると同時に、国内製造の小麦本来の味を楽しめるというのもポイントです。一般的な食パンはたとえマーガリン不使用でバターが使われているものであっても、どうしても飽和脂肪酸が気になります。そのためバターでできた食パンにバターを塗ると、どうしても動物性脂質が多くなりすぎるのでおすすめはできません。ですがこちらのイオンのパンドミでしたら、ベースはエクストラバージンオリーブオイルになっているので、その上に多少バターを塗っても大きな問題にはありません。そのためトーストにして食べるにはもってこいのパンであると言えるでしょう。ちなみに当たり前すぎることですが、こちらのイオンのオリーブパンにマーガリンなんか塗っちゃったら何の意味もありません。せっかくマーガリン不使用のパンを食べているのに、そこにマーガリンを塗るのはまるで天然の自然食品に自ら毒を塗っているようなものです。ギリシャのような地中海沿岸地域で食べられている長寿食を地中海食と言いますが、実はこのような地方ではパンをオリーブオイルにつけて食べています。高級なイタリアンレストランとか行ったらね、オリーブオイルとパンが出てきますよね。あれが普通なんですね。このような毎日のちょっとした工夫が健康長寿につながります。こちらのイオンのオリーブパンをさらにオリーブオイルにつけて食べれば、たっぷりの不飽和脂肪酸によってどんどん血液がサラサラになっていく効果が期待できるでしょう。全国のイオンで手に入りますから、血液の健康が気になるという方はぜひイオンの店舗に足を運んで探してみてほしいと思います。それでは次、3つ目に紹介したいスーパーやコンビニで買える神の無添加パンはパスコ長熟国産小麦であります。さてパスコと聞いて最近話題になったニュースを思い出し、ゾッとしてしまった人もいるのではないでしょうか。
パスコは四季島製パンという製パン会社のブランドの名前でございます。四季島製パンは1918年の米騒動をきっかけに設立された100年以上の歴史を持つ会社です。当時の初代社長は米の価格の高騰によって庶民が困り果てていたところにパンが米の代用になるのではないかとしてパン会社を設立しました。そんな四季島製パンの大ヒットパン超熟は今や日本人の誰もが知っている超有名な食パンですよね。ですが今年の5月そんな超熟にネズミが混入してしまったという事件が起きたんです。この事件を受けて四季島製パンはすぐにお詫びのメッセージを出し製品の自主回収と商品代金の返金そしてネズミが混入してしまった製造ラインの休止措置を行いました。このような四季島製パンの迅速な対応によって現在のところ超熟を食べたことによる健康被害は確認されておりません。この事件によってちょっと超熟を食べるのは怖いなぁなんて思ってしまった人はいませんか。ですがこの事件は裏を返せば超熟はネズミが食べたくなるぐらい健康で美味しい食パンであるということも意味しています。以前イベントで販売された無添加手作りマフィンが腐っていたというのがニュースになったことがありますよね。ネットでは毒マフィンなどと騒がれメディアはほら見ろと言わんばかりに無添加食品の危険性を煽りまくりました。確かに食品を消費者に提供する側として食中毒が起きるようなことは決してあってはならないことです。でもだからといって無添加が悪いなんていうのは議論のすり替えと言わざるを得ません。テレビをつければいくらでも加工食品の CM が流れていますよね。こうした加工食品は安く材料を買い叩いて激安添加物を加えて値段を吊り上げて売るという食品業界にとってはまさに錬金術のようなドル箱になっています。そのため食品会社は加工食品の CM を打ちまくりメディアはそのような食品会社から大量の宣伝費を受け取っています。そのためメディアとしては手作りや天然の無添加食品が売れてしまっては困るわけです。このような事情で毒マフィン事件は本来あるべき批判を超えてまるで魔女狩りのようにメディアによって恣意的に祭り上げられてしまったんです。ですが一度立ち止まって考えてみればマフィンが腐るというのはそのマフィンを菌などの微生物が食べていたということでございます。つまり無添加マフィンは菌が食べたくなるほど健康的で美味しいということでもあるわけです。ここを間違えてはいけません。無添加であるということは私たち人間だけじゃなくてネズミや菌といった他の生物にとっても美味しくそれゆえに腐りやすいわけなんです。これは無農薬の野菜に虫食いがあったりするのと同じことです。もちろん製造会社には食中毒を予防するという責務はあるものの今回の超熟のネズミ混入事件は裏を返せば超熟がネズミにとっても美味しい無添加食パンであることの証でもあるわけです。実際四季島製パンのパスコは製パン業界で問題化している臭素酸カリウムの使用禁止の先駆け的企業として知られています。臭素酸カリウムというのはパンを効率的に膨らませるための合成添加物のこと。パンというのは発酵食品ですから伝統的な製法によって作ろうとすると膨らませるのに時間がかかってしまいます。そうかといって膨らませるための時間をけちってしまえばパンがふっくらと仕上がらず食感が損なわれてしまいます。そこでパンを人工的に膨らませるために使われているのが臭素酸カリウムです。臭素酸カリウムというのは業務用のパーマ剤などに使われている劇薬で口にすることで吐き気や腹痛さらには急性腎不全などが出現することが知られています。また一定量摂取すると急性腎不全によって緊急透析が必要となり間に合わなければ死に至ることがあるほどの恐ろしい猛毒です。さらにこういった急性の毒性のみならず臭素酸カリウムは少量でも長期的に摂取し続けることで発がん性を発揮することが分かっています。パンに使われる臭素酸カリウムはパンを焼く段階でそのほとんどが気化してしまいます。そのため臭素酸カリウムが使われたパンを食べても急に腎臓が破壊
壊され死亡するなんてことはありえません。ですが問題は気化せずに残った少量のシュウ素酸カリウムが蓄積し、やがて癌を引き起こすということなんです。パン食の人は朝食などに毎日パンを食べていることでしょう。一つ一つのパンに含まれているシュウ素酸カリウムの量はほんのわずかでも、毎日摂取することでそれが積もり積もって、やがては取り返しのつかない癌にまで発展してしまう恐れがあるのです。実は日本の最大手製パン会社の某社などは、自社製造のパンにこのシュウ素酸カリウムを堂々と使用しています。某社はシュウ素酸カリウムについて、製造には使っているが最終的な商品には残存していないからいいんだと言うんです。しかし実際に売られている商品を調査した研究では、わずかながらパンからシュウ素酸カリウムが検出されております。一方で四季島製パンのパスコでは、危険なシュウ素酸カリウムの使用禁止をなんと1980年から貫き通しております。四季島製パンはシュウ素酸カリウムではなくビタミン C を使用することで、危険な添加物を使用せずパンをふっくらと仕上げることに成功しているんです。このような事実を踏まえた上で、もう一度朝食のネズミ事件について考えてみましょう。なぜ朝食にネズミが混入したのか。それは他でもなく、朝食にシュウ素酸カリウムのような危険な添加物が使われていないからです。もしシュウ素酸カリウムが使われていれば、製造の過程でネズミがパンに近寄ることはありません。もちろん衛生管理が徹底されていなかったのはまずかったですが、少なくともこの事件をもって四季島製パンのパンはネズミが食べたくなるぐらい安全であるということが証明されたわけです。ちなみにシュウ素酸カリウムを使いまくっている最大手の某社は、ネズミ混入のような事件とは全く異なる性質の事件を何度も起こしていることで知られています。実は某社はこの10年で4件もの従業員の死亡事故を起こしていることで有名です。今年2月には60代の女性アルバイト従業員がベルトコンベヤーに胸を挟まれ死亡するという痛ましい事件も起きています。しかもこの事件は女性従業員の過失ではなく、通常であればベルトコンベヤーに設置されているべき安全カバーがついていなかったため起きたと報道されています。さらに従業員が作業中に指を切断するといったような事件は毎年10件以上起きているという報道もあり、さらには障害を負った社員が無理やり出勤させられているというブラックな現場についても暴露されております。ですがこういったニュースあんまり知らなかったよという人結構いらっしゃるでしょう。こういったニュースは朝食のネズミ混入や先ほどの毒マフィン事件に比べそこまで大きく報道されておりませんよね。それには理由があります。それは他でもなく、某社がメディアに大量の広告宣伝費をばらまき、政治家に大量の政治献金をしているために他なりません。つまりまあ悲しいですが、結局は金が物を言うんです。製パン業界というのは某社の完全一強で、某社の売上高は業界2位のフジパンの4倍に上ります。長寿の四季島製パンは業界3位ですから、某社に比べるとやはりはるかに弱小企業と言わざるを得ません。にもかかわらず、日本では食パンといえば長熟というほど、パスコの長熟は超有名です。製パン業界1位の某社としては、パンの王道である食パンにおいて四季島製パンの長熟に劣るというのは大変屈辱的なことです。そのため某社から大量の広告費を受け取っているメディアは、長熟の基準を崩すため四季島製パンを貶めようと躍起になっています。繰り返しますが、朝食にネズミが混入してしまった事件は確かに四季島製パンの過失であり、本来はあってはならないことには間違いありません。ですがメディアの情報操作に乗せられて過剰にこの事件にばかり反応してしまうと、四季島製パンとは別の某社による死亡事故やシュウ素酸カリウムといったメディアに隠されている製パン業界の闇を見落としてしまいます。実際四季島製パンは他に類を見ないほど高品質なパンを製造販売しています。中でもこちらの国産小麦の長熟は 100% 国産の小麦を使って、かつシュウ素酸カリウム不使用のスーパーやコンビニで買える価格帯ではまさに最強レベルの食パンになっています。こちらの長熟はもちろんトランス脂肪酸ではなくバターが使われている上に、そのバターまでもがしっかりと国産になっています。ここまで品質にこだわった製パン企業は四季島
は製パンだけですから、ネズミ混入事件によって必要以上に神経質にならず、ぜひこれからも応援してあげましょう。それでは次、4つ目に紹介したいスーパーやコンビニで買える神の無添加パンはシャトレーゼバターが香るクロワッサンであります。さて、ここまでは主にパンの代表である食パンについてばかりご紹介してきました。ですが、パン好きの皆さんは何もね、毎日食パンだけを食べているわけではありませんよね。食パンに次ぐ日本人が大好きなパンといえばやはりクロワッサンではないでしょうか。1個単位でこんがり焼けたクロワッサンは小腹が空いた時にパクッと食べることができて、忙しい朝などにも重宝しますよね。ですが、そんなクロワッサンは残念なことに添加物まみれのものが多いというのが実情であります。クロワッサンは食パンに比べてよりぎっしりとして食べ応えがありますよね。それは他でもなく、クロワッサンの方が食パンよりも大量のバターが使われているからです。ですが、バターというのは今スーパーに行けばわかるようにとてもお値段高いですよね。スーパーのバターコーナーに行くと、マーガリンとのあまりの値段の違いに驚かれることでしょう。実は驚いているのは私たち消費者だけではありません。製パン会社もまたバターの価格の高騰には手を焼いているんです。そのため製パン会社はできるだけ製造コストを下げるために、クロワッサンにバターではなくショートニングのようなトランス脂肪酸を使いがちです。このような理由からコンビニやスーパーで買える価格帯のクロワッサンには添加物入りのものが多いんです。もちろん高級なベーカリーなどに行けばきちんとバターだけを使った良質なクロワッサンを食べることができますが、まあ価格が高い分質が良いというのは当たり前といえば当たり前です。毎日食べるものにはできるだけ安くて質の良いものを選びたいですよね。そんな皆さんにおすすめできるのはこちら、シャトレーゼの無添加クロワッサンになります。こちらはヨーロッパ産の発酵バターをふんだんに使った本格クロワッサンになっています。実際の店舗では4つ入りで袋に入って売られていて、家に持ち帰って開封すると一気にバターの香りが広がって驚くこと間違いありません。シャトレーゼといえばとにかく非常に安い洋菓子店として有名ですよね。山梨県甲府市生まれのシャトレーゼは現在日本全国に1000店舗を構え、今やいつでもどこでも買える身近なお菓子屋さんになりました。実はそんなシャトレーゼは安さだけでなく良質な無添加お菓子屋さんとしても有名です。シャトレーゼは製造から販売までを自社一つで賄うことで中間マージンを一切排除し、国産無添加であるにもかかわらず安いというミラクルを実現しています。そんなシャトレーゼは洋菓子屋さんなわけですから、当然バターを使ったパンも得意中の得意なんです。そのようなシャトレーゼの得意な分野を生かしたのがこちらの無添加クロワッサンであるというわけです。シャトレーゼはこの他にも本当に良質な無添加食品がいっぱいありますので、食べ過ぎはもちろん禁物ですが、ぜひ一度店舗に足を運んで探してみてほしいと思います。それではこの辺で一元の内容をまとめておきましょう。一元まとめ。この一元ではスーパーやコンビニで買える神の無添加パンを4つ紹介しました。1つ目はセブンイレブン北海道小麦金の食パン、2つ目はイオントップバリューパンドミ、3つ目はパスコ超熟国産小麦、4つ目はシャトレーゼバターが香るクロワッサンでした。それでは次、2限で食パン食うならこの食い方にしとき、神レベルに細胞が若返る最強の食パンの食べ方について解説していきたいと思います。さて、1限では様々なメーカーの良質な無添加食パンをご紹介いたしました。ですが、食パンをそのまま丸かじりするというのはまれで、多くの人が食パンを使って何らかの料理をして食べるのではないでしょうか。そこで続く2限では絶対にやるべき超健康的な食パンの食べ方について合計3つ厳選してお伝えしていきたいと思います。まず1つ目に紹介したい神レベルに細胞が若返る最強の食パンの食べ方は無添加サーモンエッグサンドでございます。さて、食パン料理としてぜひおすすめしたいのがご自身で手作りした無添加サンドイッチでございます。中でも最強なのは一元でご
紹介した無添加食パンにたっぷりのサーモンとスクランブルエッグ、そしてレタスを挟んだサーモンエッグサンドでございます。食パンというのは炭水化物の塊ですから、そのまま食べるとどうしても糖質が気になりますよね。ですがそこにサーモンや卵、そしてレタスを挟むことでたっぷりのタンパク質や食物繊維が糖質のクッションになってくれます。そうすることで腸での糖質の吸収が緩やかになり、血糖値が上がりづらくなります。またふわふわの食パンにサーモンやスクランブルエッグというのはベストマッチですから、最高に美味しいというのも特徴でございます。お米にはどうしてもサーモンやスクランブルエッグは合いませんよね。どちらかといえばお米には焼き鮭や厚焼き卵が合います。それももちろんいいんですが、忙しい朝などにはそのような料理を作っている暇がないこともあるでしょう。一方でサーモンとスクランブルエッグを食パンに挟むだけなら少しの時間で簡単に作ることができます。食べるのに食器もいりませんので、洗い物や後片付けも楽ちんでございます。それでは次、二つ目に紹介したい神レベルに細胞が若返る最強の食パンの食べ方はハニーバタートーストでございます。さて、食パンは何も主食としてだけでなく、甘くて美味しいおやつとして召し上がることもできちゃいます。そこでぜひおすすめしたいのが、一元でご紹介した食パンにたっぷりの蜂蜜とバターを漬け込んだ蜂蜜バタートーストでございます。実は蜂蜜は甘いにもかかわらず体によく、むしろ適量であれば血糖値を適正な値に調節してくれるすごい効果が知られています。これは蜂蜜には良質なポリフェノールがたっぷりと含まれているためです。また蜂蜜と溶けたバターの相性は抜群ですから、それらをトーストに漬け込むことで最高のおやつとなること間違いなしです。ちなみに蜂蜜バタートーストを作る際は、一元で紹介した食パンの中でもイオンのパンドミがおすすめになります。これはパンドミ自体にはバターの代わりにエクストラバージンオリーブオイルが使われていて、追加でバターを塗っても飽和脂肪酸の取りすぎにならないからです。お腹だけでなく心も満たされる美味しいスイーツですから、ぜひ手作りしてみてほしいと思います。それでは次、3つ目に紹介したい神レベルに細胞が若返る最強の食パンの食べ方はパンのオリーブオイル漬けでございます。さて、難しいレシピはちょっと面倒だけど、食パンをそのまま食べるのはなんか物足りない、そんな皆さんに最後におすすめしたいのが、パンをオリーブオイルにつけて食べるという非常にシンプルな方法なんです。一元でも軽く触れたように、これはギリシャなどの地中海沿岸地域で実践されている食事法になります。食パンをちぎって岩塩と胡椒を振ったエクストラバージンオリーブオイルに浸して、それをパクッと食べるんです。また余裕がある方は前日にオリーブオイルに輪切りにしたニンニクをつけておくと、より香りが引き立って美味しく食べることができます。ニンニクもまた長寿食として有名ですから、あらゆるがんを予防してくれる科学的エビデンスがございます。シンプルなのに美味しく体にもいいので、時間がないときはぜひ実践してみてほしいと思います。それではこの辺で2限の内容をまとめておきましょう。2限まとめ。この2限では神レベルに細胞が若返る最強の食パンの食べ方を合計3つ紹介しました。1つ目は無添加サーモンエッグサンドでした。2つ目はハニーバタートーストでした。3つ目はパンのオリーブオイル漬けでした。さて、いかがでしたでしょうか。本日はね、本ようやくチャンネルがこれまであまりおすすめできないとしてきたパンについて解説してきました。もちろんおすすめできないというスタンスは変わりませんが、パンを絶対食べるなというのもなかなか難しい話だと思います。そんな時はぜひ本日紹介した健康的なパンを美味しい美味しいと言いながら召し上がっていただければと思います。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので、概要欄のリンクからチェックしていただけますと嬉しいです。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしていただけると大変嬉しいです。本日はご清聴ありがとうございました。